どうもお疲れ様です。4月1日、銭形平次、ゼニオというね、まあそんな暗号通貨のコミュニティがあるわけですけども、これはね、無料で参加できてお金を増やすことができるという触れ込みだったんですけども、私の場合はね、無料でも参加できるんですけども、一応ね、有料プランの方にしました。有料プランは確か1万5千円ぐらいですかね。1万5千円ぐらいで参加して、現在このように104ドルになってますけども、これどういうことかっていうとね、私が投じたのが100ドルで、いただいている、まあ、配当というかね、利益が4ドルってことになってます。切りがいいところで1月1日から始めてますので、1ヶ月に1ドルずつ増えてるかなっていうところですね。まあ私としてはこのぐらいでちょうどいいかなと思ってます。なんせ、何もしてないような状態ですから。で、よくね、無料で参加できますよっていう触れ込みで、いろいろと作業がかさんでくるやつがあります。で、もちろん、お金を投じた上に作業をしていくと儲かる可能性は高いとも言えますけども、これはね、お金を投じただけで別に作業をね、ほとんどしてないんですよね。こうやってたまにね、途中経過の動画を撮るぐらいで。しかもこれも別に義務付けられてるわけじゃなくて、まあ思い出したらね、1週間に1遍ぐらいやってるっていう感じですかね。で、それによって多少ですけども、紹介が起きてるんですよ。で、紹介が起きると、やっぱりこう、紹介報酬ってのもね、あるのかどうか、ちょっとそこまでは詳しくはわかりませんけども、紹介したらね、無料でお金を増やすチャンスの人が一人でも増えていただいてよかったねって形なんですよ。もちろん、最初は無料で参加しても、途中からね、じゃあちょっとだけならってことで、私みたいに100ドルね、つまり1万5千円ぐらい出す人が何人か出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあそうなるとね、それぞれの方が低資金で抱えられるだけのリスクで目指せるチャンスに向かっていけるのかなっていうところです。まあお金も払わないし何もしない登録だけっていう方は、まあほとんど儲かんないんじゃないですか。やっぱり何かね、社会的に価値を与えないといけないですからね。それがないところでお金だけ入ってくる、いわゆるふわっとした不労所得を求めている方ってのは足元すくわれますから、不労所得っていうのはあくまでも、今までのようにね、工場勤務したり、それから農業の農家としてね、働いたりとかね、くわを振って働いたりみたいな、従来の働き方ではないんだよっていうことに過ぎないと私は解釈してます。つまり不労所得っていうのは、こうやってね、IT をふんだんに使って、やっぱり何かをやってるんですよね。昔ながらの労働ではないですけども。まあ、こうやって動画を撮るのも、不労所得ではない稼ぎ方の一つだと言えます。だから、不労所得言いながら、やっぱり何か活動してるってことなんですけどもね。インフルエンサーさんもね、不労所得と言いながら、やっぱりインフルエンス活動してるわけですよ。それから、ネットワークビジネスとかで不労所得を求める人も、結局は不労所得を作るまで、社会的に働いてるわけでしょ。だから、不労所得ってのは一つのキャッチコピーであって、実際ね、資産家の子供にでも生まれない限りは不労所得ってのはないというふうに私は思ってますけどね。はい、それでは今回のこの銭王ですけども、もしね、無料からでもいい、参加したいって方がいらっしゃったら、QR コードからエントリーしてください。なんかその説明会もあるみたいなんですけども、私まだ一回も参加したことがないんですよね。もちろん説明会、ズームとかでリモートで参加できますので、まあ気軽に自宅からスマホから顔出しなしで参加できるというふうに聞いています。今度ね、そちらの方、参加する機会がありましたら、そちらの方の感想動画も上げていこうと思いますので、よろしく、メカドック。それでは。